別にアホなものだと思ってないんで熱うて汚いじゃん全面に仕切るこれはお宝ですね。どういうつもりの個人だよ。してた笑いと違うところの笑いです違うところの笑い、いや何こんな服買ってバカじゃないのっていう、はい、笑いで僕らやってたじゃないですか。やってましたね、はい、したら、はい、やっぱりお二人は次元が違うところに住んでらっしゃるんですねその値段の方ばっかり言ってくるんですよ。ちょっと俺の意図とは違うかったね。まあそういう方もいらっしゃると、大半の方はもうアホやなっていう感じで見ていただいてると思いますよ。それはあともう江口くん可愛いって言うてるばっかりなんですよなんだっけ、グチーだっけ、エグーだっけ、エグーだエグーって言われてんだよ。エグーエグー可愛いって書いてる。好きに呼んでくれたらいいんですよ、そんなことは。Say you play! 今回は、うん、噂の音から第2弾。またその、うん、アホなものをそれぞれ持ち寄ってっていうことで始まるわけですけれども、まあ、裸から見たらアホなもんなのかないや、そうらしいんですよね。だからなんか我々もしっくり来てないんですよ、まだ別にアホなものだと思ってないんであのでも前回 の, あのお宝の、はい、あの変なムートンみたいなやつはアホなもんですよ、はい、失敗だよね。結果的には失敗です。失敗って言ったね、認めたね。いや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 、じゃあいいんです。江口くんがもしあれを着て素敵なものを買ったって思う、はい、僕はちょっとあのちょっと正してあげなきゃいけないなと思ってたんでね。洋服なんですよ。あ、ありがとうございます。また江口くんのああいうのを見れると思うと楽しみです。でも、うん、今回の洋服はちょっと毛皮っぽい雰囲気の服を買おうかな。大好き、毛皮大好きなんですけど、うん、買ってみたら、うん、いや何十年か早かったなって。え、どういうこと今の俺では。あれ、江口くんいくつだっけ。今33なんですけど。え、もう30過ぎたらいいよ。いやいやいや、30過ぎても30過ぎたらみんながハリウッドスターだよ。3? 初めて聞きましたそういう例えは憧れて買ったにはちょっとやっぱりまだ運不相応かなっていう感じの。そうそう、俺な、違う方向いていた方がいい。あ、ちょっと向こう向いててください。楽しみ、はい、楽しみだわ。いや、小野坂さん、うん、いいですよ、見まーす。あ、これ系買っちゃったかまたもや、うん、でかい。だから、ゆうちゅん、着方的には袖通さずに、はい、こうやってみ、あ、これだといけるんですよ。なんだから、小野坂さんだったらいけると思うんですよ。いや、いけてんだよ明日だお、来た来た、ほら、あ、お、来た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 、お、どういうつもりの個人だよそれ、何の毛皮楽なの？わからない。ちょっと見せて見せて。はい。あ、重。そうなんですよ。重いしでかいしで。ああ、嘘書いてますね。だからすぐ嘘っていうのやめてもらっていいですか？書いてますね。え、毛皮の種類書いてないじゃないですか。裏地ばっかり書いてあって。だからこれ裏地別につけたやつですよ。え、じゃあこれ毛皮じゃない？いや、これは確実にこれは、リアルです。リアルファー、リアルファー。ね、これコヨーテかも。おー、俺もコヨーテ持ってんねんけど、はい、でもキツネっぽくもあるな。これキツネやったら高いはずやねんけどな。お値段も、はい、これ前回がちょっとインパクトありすぎたんですけど、今回はこれでちょっとこうやっていって出ないと、あの、またお客さん13万円。ああ、はいはい、
さらに今回はなんと13万円のところ、うん、半額の7万円で買えたんですよ。ちょっとマネージャーの人言ってあげた方がいいよ。この子作りはしっかりしてますよね。作りとしては今日なんか言葉強いね。ちょっと羽織ってみていいですか。あ、はい。もうこれは小野坂さんも着てそうだもんな。ちょっとこれはさ着てそうだもん。これは着てそう。これこんなに温度が下がって、はい、もうこの冬の寒波は言うてる時でも、はい、暑うて着てられない。正直はい、バシッ。そんなコーナーだったっけ。さあ続きまして、じゃあ小野坂さん、僕ですね、はい、僕は今日はもうあの1回目にね、あんなワニ出してもうたから、はい、怪我も持ってた。もう僕そんなにねインパクトあるのないっすわ。うん、じゃあ今日はあのジャケット、あ、ジャケットですか。エキゾチック、エキゾチックジャケット。はい、なるほど。じゃあちょっと僕向こう向いてますね。はい、はい、はい、じゃあこちらですね、いただきます。こちら、おーおー、イシケヘビ。全面にイシケヘビ。かわいい。これマジで普通でしょ。いや、普通ではないですよ。正直に作っちゃうと、うん、はい、猛烈な値段と、はい、猛烈な重さになるんですよ。あー、なるほど。でもこれは遊びで作ってるから、はい、この辺とかも全部ついてるんですね。いや、それがおしゃれ。ほんで、来たら持ってみてください。はい、あ、めちゃくちゃ軽い。軽々なんですよ。来ていい。いいですか。うわー、すごい。細いからさ、何でも俺も切れちゃうんだよ。怖いぐらいに。あ、あ、すごい。あ、ほんでまたわけのわからんポージングするんだよ。このコーナー評判やろな。これ評判やろな。えぐーかわいいでしょ。えぐーかわいい。あー、すごい。割といいでしょ、普通に。いいですね。いいでしょ。めちゃくちゃいいです。かかっこいい。 Say you play。 ニシキヘビの皮がたまたまもう使わなきゃいけないってなった時に、まあショーに出すために作ってみよっかってなって作ったやつ。なるほど。で、小野坂さんバカみたいなの出てますけど買いますかってなって、わあもちろんですねっつって。どこで売ってるのかもわからないもんだって、こんなもん。これでもあの名のあるデザイナーが作ってるちゃんとした普通の。かっこいい。これはお宝ですね。これいいでしょ。はい、もうあえてもう値段を言うのやめます。そればっかり言われるんで。ああ、そうですね、はい、確かにね。ね、皆さんのお父さんが着てらっしゃるジャケットぐらいの値段ですよ。絶対嘘です ね、 ね。あと皆さんのお父さん多分このジャケットって言う。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。